平さん、反抗期ってなんであるんですか？あ、反抗期？動物の世界ではね、子猫なんか猫は猫可愛がりって舐めて舐めて可愛がるんだけど、だいたい10ヶ月ぐらいして子猫が大人になってお尻からオスやメスのフェロモン、この匂いをお母さん猫が嗅くとで、ハガーって半殺しの目に合わすのよ。つまり、もうお前は子供じゃない、出ていけ、殺されたくないので、子猫たちは自立していくんだけど、人間はね、女の子がおっぱい大きくなったりとか、おじんじんが毛が生えたりって、そんな時に親は半殺しの目に合わさないだろ。だから、子供側が親を全殺しの目に合わすわけ。いやいや、全殺しの目に合わしたよ。例えば、シャワー浴びてる時にお父さんが、毛が剃る気あったかなって入ってきたら、全殺しでしょ。つまり、反抗期って自立、大人になるために、大好きだったパパやママに背を向けるからこそ、好きな異性ができる。そういうことだね。反抗期は必要。神戸メンタルサービス。